カオスなインドではゆっくりできるホテルと美味しいチャイを楽しむ時間が欠かせません。ここはだいたい2000円前後で朝食付き、とってもおすすめです。さらにおすすめの理由をこの後お伝えします。プシュップホステル、ゲストハウス、プシュップゲストハウス、ちょっと発音が正しいか分かんないんですけどとにかくね、ここはおすすめしたいですね。インド人の夫婦が運営してるんですけど、もうね、配慮が細やかで、他のレビューとかにもありましたけど、まあ、インドで一番リラックスできたとか、本当にそれね、大げさじゃなくてそう思いましたね、もうインドにおけるオアシスみたいな場所でした。まず一つ驚いたのは、支払いが後払い。普通もうチェックインしてお金払うとか普通なんですよ。だけど、もう食べ物、飲み物、宿泊代、全部チェックアウトするときに全て精算するっていうね、スタイルで、あんまりお金のこと気にしないで過ごせるっていうのもありましたし。ここのチャイがね、マサラチャイが特製のスパイスの、ミックスのね、ものらしくて、ママ特製のね、オリジナルの、ね、スパイスの香りをね、持ってきて嗅がせてくれたんだけど、もう本当マサラチャイ飲んだら、ああこれが本物かと、ね、あの大げさじゃなく飲んできた中で一番美味しかったかもしれないな。それを朝晩なんか食後とか、あと朝目覚めに飲んで。なんかちょっとリッチな味なんだよね、スパイスが、ね、深くてね、深い味わい、ここのね、ここに来たらぜひママのマサラチャイをオーダーしてみてください。あと何よりね、私が伝えたかったのは、ここの宿のルーツですよ、ルーツ、なんかある日夜ね、2人でマサラチャイを飲みに上がってきたら、そう9時以降にね、そうマサラチャイごめん、もう今日おかん着込んでるから出せないって言われて、あそうなんだ残念だなって言ったら、なんかね、ご兄弟と親戚が、男たちがなんかね、5、6人集まって酒盛りしてたんですよ、ウイスキーを、でもう一緒にちょっとやろうみたいな言われてまあ流れでそこ参加したんですけど、その時に長男、ご兄弟の中の長男の方がここを始めた話をし始めて、一番最初のお客を取りに、誰も知らないから、でブッキングドットコムも多分当時ないから、もう自分で営業かけに行ったんですよ、こうジョードプル駅に、そしたら日本人バックパッカーがいたらしいんですよね。でその人に声かけて営業して、こういう宿だって言って見せて、一泊100ルピーだって言ったらしいんですよ。そしたらその日本人のバックパッカーが、あいいねって言って、その場で決めて、で一緒に連れてきた、駅からバイクに乗せて、ね、そうバイクに乗せて、で結局1週間7泊その方はあの滞在したらしいんですけど、それが一番最初のお客だったって聞いて、なんかねいいじゃないですか、ね、まあ、当時の物価ですからね、1泊100ルピー、今はまたねちょっとリッチな、結構ラグジュアリーなホテルを経営されてるっていう長男の方ですけど、そのスタートは100ルピーで、ね、自分の足で駅まで行って、で最初のお客、日本人をね連れてきたところから始まったんだっていう、ちょっと感慨深いストーリーを聞いて、なんか縁を感じましたし、日本人としてね、なんとなくレビューなんだろう、レビューとかね、ブッキングドットコムから予約したんですけど、なんか縁を感じたし、あここ泊まって本当良かったなって思いましたね。さあマサラチャイが来ましたよ。さあ来ましたね、マサラチャイ。もうね出発なんですけど、時間なんですけどね、最後の一杯を飲んで
ここを後にしたいと思います、うん、それではお今日はちょっと生姜が効いてるね、うん、今日はちょっと違うね、はあ、ということで浄土ブリに来たらぜひこのホステルプッシュップおすすめですそれでは